これは海沿いの町沼津で占い屋を営むこの私ヨハネと私が出会った仲間たちの物語。上京した都会で夢破れ、母の言いつけで生まれ故郷に帰ってきた私。いきなり不思議な力を手に入れたり、変な事件に巻き込まれたりはしたけれど、いろんな人たちと出会いながらそれなりに楽しくやってきたつもりだったんだけど、はあ、どうも今回はすっごい騒動に巻き込まれそう。現実のヨハネ、グレイズ・イン・ザ・ディープ・ブルー。光届かぬ海の底に太陽の光が差し込んだ。沼津の町近海に突然現れた謎の海底ダンジョン。ダンジョンなんていう非日常の存在に沼津の住人は誰もが湧き、だけどその内部は複雑に入り組んだ迷宮、さらには凶暴なモンスターまで徘徊していて、よっ、みんな無事だといいね。行政局のダイヤやルビー、学者のリコはわかるけど、カナンや花丸まで行方不明なのは何なのよ。やはりここは闇の祝福に選ばれし者、このヨハネの出番というわけね。行くわよライラプス、いざ未踏の迷宮、深淵の採用へ。格好つけちゃって、空元気なの分かってるよ。本当はみんなが心配なんでしょ。そりゃあ、まあね。大丈夫、あれでみんなたくましいし、私たちで見つけてあげよう。頼りにしてるわよライラプス。
このフロア、今までの場所とは違う異様な気配がする。空間が？何でもあり。さすがはダンジョン。そもそもダンジョンってだけでおかしな場所だしね。確かにまがまがしい感じだけど、それどういう意味よ。ごめんごめん、明らかに何かありそうな部屋だけど、とりあえず今は何も起こらないみたいね。だったらここは後回し、今はみんなの救出を急ぎましょう。
地下だけ？他のみんなは？一緒じゃないの？みんな？もしかして他の人も捕まってるの？その反応、ここは地下だけみたいね。これはボス一体につき一人捕まってるパターンか。だったらヨハネちゃん、みんなを助けるの私も手伝うよ。え？まあありがたいけど、一回捕まってるんだし無茶はしないでよ。同じ失敗はしないよ。困った時には正義の味方が必要だよね。いつでも。これなら当たり！これで！
これで捕まらなきゃいいんだけど、チカの言う仮面って多分あの仮面よね。ミリオンだね。なくしちゃったのかな。見つけたら渡してあげようよ。うん、よく見ておかなきゃ。どこに行こう。便利よね、これ。